名古屋駅ですね。ここの目の前にミッドランドスクエア、ここが高須クリニックの入っているビルになります。今日はマリオットホテルで、3年半ぶりですね、コロナが明けて3年半ぶりに高須クリニックね、名古屋院の新人歓迎会を開きます。じゃあミキア先生と一緒に会場に行きますね。はい、Yes! A チャンネル。事務方スタッフでーすって。T シャツ着て、みんなお揃いの T シャツ着て、ありがとうございます。準備いっぱいしてくれました、ありがとうございます。ずっとですね、こういう会やりたかったんですけど、本当にコロナで残念なことにできなかったんですよね。だいたい毎年年に2回はですね、新人歓迎会と忘年会になってて盛り上がってたんですけど、まあ、今回本当に3年ぶりのこういう会なんで、ぜひ皆さん信仰を深めて楽しんでいただきたいと思います。じゃあ皆さん、これからも、よろしくお願いします。頑張っていきましょう。乾杯。乾杯。はい、ありがとうございます。出させていただいて、その後ですね、クイズ大会をさせていただきます。これからね、加速しながら再びね、高須クリニックいい曲ね、していきたいなと思っています。新しい治療とかもね、どんどん取り入れながら、業界を引っ張っていくクリニックでありたいなと思っていますので、皆さんもね、引き続き一丸となって、みんなでね、おてなしの心を大切にしながら、やっぱり高須クリニックは他のクリニックとは違うなっていうふうにね、患者様に思っていただきたいので、協力して頑張っていきたいと思います。また来、忘年会もね、ぜひやりたいと思いますので、それ向けてまた頑張っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは参ります。正解はこちら。はい、今回はですね、高須クリニック名古屋院栄院の新人歓迎会を、約3年ぶりにね、コロナ明けましてやっとみんなで開催することができました。事務局とかね、コールセンターとかいろいろな部門も集まって、総勢70名以上でね、盛大な会が、開けて本当に良かったなと思っています。で、みんなもとっても喜んでくれてね、スタッフもね、後からすごいありがとうございます、楽しかったですって言ってもらえて、みんなね、交流も深めることができまして、本当に良かったです。またね、忘年会もね、やりたいと思ってるんですけれども、高須クリニックみんなでね、協力して、ドクター、ナース、受付みんなね、協力して、これからも頑張っていきたいと思いますので、皆様もどうぞ応援よろしくお願いいたします。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。失礼します。